ビルマ料理、ビルマ料理、またはミャンマー料理とは、東南アジアのミャンマー、旧州ビルマで食べられている郷土料理である。スパイスの使用が比較的抑えられている点と、油を多用する点に特徴がある。この項目では、ミャンマーの多数派民族であるビルマ族の食文化を中心に、ミャンマー、ビルマの食文化について解説する。米が主食に据えられ、 二種類の副菜を添えて大量の米を食べるのが基本的なビルマ族の食事スタイルである。口実するシャンマイ、もち米も食べられているが、ミャンマーの食卓にはインディカ米が登ることが多い。都市部では朝食を外食で済ませることも珍しくなく、屋台や軽食堂では、米以外にもヒが、ガー、オンのカウスエといった麺類、ラン、油状、といった。 インド系や中華系の軽食も食べられている。一方、昼食と夕食には、米が欠かせず、米と副菜を一緒に食べるのが、一般的なミャンの食卓のスタイルである。副菜は、日本では便宜上カレーと称されることもある。ヒン、という煮込み料理が中心であり、ヒンは、おかず、副菜の同義語としても使われる。玉ねぎ、トマトが加わる場合もあるをベースとして煮込み、クワ豚、 牛、羊、鶏の肉と、内臓、魚介類、野菜であり、調味料は具に応じて使い分けられる。その種類は、煮込み時間によって、水気の多いシーレイエレーレイ、水気がなくなるまで煮込んだスイーベアンの二つに、大別される。どちらも、多量の油を使って、青唐辛子を多用しない点に特徴があり、スパイスの種類は限られる。食材の風味とエキスを含んだ油が微味とされ、 具とともに油も食される。インド風の品はカラー品と呼ばれ、スパイスの種類が多いのが特徴である。ミャンマー内での健康に対する関心の高まりから、油の使用を抑える傾向もあるが、なお多くの油が料理に使われている。油分の多い品に対して、スープや和え物には野菜が多く使われ、淡白な味付けの料理が多い。冬輸送では、 朝昼夜の3食で様々な種類の副菜が米に添えられる。中流層では朝は1歳、昼は12歳、夕食は2歳となり、農民は3食すべて1歳という構成が状態となっている。食材には平豆、インゲン豆、ヒヨコ豆などの豆が頻繁に用いられ、他の東南アジアの国に比べて種類と調理法が豊富である。品の調理において、 油でスパイスを炒める点が他の東南アジア大陸部の国で食べられるカレーの調理法と異なり、むしろ豆の使用頻度とカレーの調理法同様、インド料理と共通するが使われるスパイスの種類はインド料理よりも少ない。ミャンマーでは豆腐もよく食べられ、ひよこ豆から作られることもあり、ターメリックで黄色く着色した豆腐、厚揚げのように調理された豆腐も料理に使われる。 ローゼルをチンバウンと言い,い、その葉を炒め物、錠やスープにする。様々な太さや形状のライスヌードルも使われる。発酵させた茶葉、ラペソウが食材として使われる点は東南アジアでも珍しい。ビルマには肉は豚、果物はマンゴー、葉は茶という言葉があり、ビルマにおいて茶は洋菜を代表する食材とされている。また、 茶葉はシロップをかけて、菓子としても食されている。台北部にも茶葉を食する習慣があり、かつては発酵させた茶葉を食後に味わっていたが、現在では、背後状の葉で生姜などを包んだミヤンが食べちゃの習慣に変わっている。ビルマ料理では、料理に塩味をつけるために、魚醤と塩辛が使われるが、その種類は3つに大別される。 塩辛のペーストであるうんがピ、魚を原型のまま加工したんがぴがうんがピがウン、魚礁のうんがピエーである。うんがピを加工したうんがピ状という、ふりかけに似たそぼろ状の服飾も作られる。この魚礁は、ビルマ族伝統の食文化ではなく、彼らがモン族、ピュー族など9世紀以前に植え、ビルマに居住していた先住民族から取り入れた食文化だと考えられている。また、かつては、 魚礁の素材は、淡水魚が主であったが、19世紀以降ビルマ族による、下ビルマの開発が進むにつれて、海水魚による魚礁が作られるようになり、1956年より、本格的な海水魚の魚礁の生産が、国営の工場によって開始された。ニンニク、玉ねぎを炒める際に使用された油、水ェは、広い用途のある調味料として有名である。味料として、 砂糖きびの砂糖やパームヤシから作られるパームシュガー、タマリンドや柑橘類で酸味をつけるがこの点は他の東南アジア諸国と共通する。多民族国家であるミャンマーには民族ならではの料理も多く存在する。ウエビルマのマンダレーでは幅の広い麺にスープをかけたマンダレーモンキー麺に辛めのタレを絡めて食べるマンダレーミーシャイが 名物となっている。東部にある、シャン州山間部の盆地に多く住む体系のシャン族の間では、納豆と似た、発酵食品、慣れ寿司が食べられている。また、シャン州では、東南アジアでは、珍しいジャポニカ種であるシャンが栽培されている点で、インディカ米が主流の他の地域と異なる。シャン族の食文化は、ミャンマー内で広く浸透しており、 ミャンマーにはシャン州出身者が経営する料理店が多く存在する。山岳部に住む民族はトウモロコシ、雑穀、オカボを主食とし、魚を獲ることが困難である立地上魚商を料理に用いることは少ない。彼らは動物の肉の慣れ寿司、ナマスと似た料理を食べ、塩煮、唐辛子、山菜類を調味料やスパイスとして使用している。 シャン州北部の山岳地帯に居住するパラウン族の料理はビルマ族とは反対に油をほとんど使わず、調理法と料理にはシャン族の影響が見られる。他方、モン族などのビルマの先住民族は食文化についてはビルマ族との間にそれほどの違いはない。ビルマ語でスープはアイエイと呼ばれる。タイ料理とは対照的に強烈な刺激に訴えかけない点。 スープの出汁に炭水魚を使う点に特徴がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。